みさん JB10462 です。今回は、まあ、前に改造した防衛艦ヤマトを改造しました、まあ、名付けて国連防衛軍機関ヤマトです。まあ、これは、まあ、あの地球防衛軍じゃなくて、あの海上自衛隊の所有する艦艇だったんですけど、もともとヤマトは今日は宇宙戦艦に改造され国連防衛軍の機関となりました。まあ、そのため、まあ、宇宙用に改造されており、まあ、いくつかあの改造されています。まあ、武装はあんまり変わってないんですけど、この三電装色カノン2機と三電装フェイザーカノンが2機と三電装パルスカノンが1機、そして、まあ、小型レーザー砲群が、まあ、合計14機。で、まあ、武装も、まあ、細かいところはいくつか変化していて、まあ、ここの小型ミサイルポット、まあ、雪風に搭載されていたものと同じやつです。これが、まあ、左右に4機。そして、まあ、後方に、まあ、単装の魚雷発射管が、に行き着いています。これはまあ金剛とかあと村雨とかあと雪風に搭載されていたものの単装型です。あとまあレーダーのこのアンテナの部分も変わっています。緑色のやつになっています。がここの小型レーザー砲のこの位置も変わっています。そしてまあ宇宙に改造されたということで、まあ、ここに第三環境があり、まあ、ここのウイングがあります。そしてまあメインエンジンが2機あります。まあ、これは後方ミサイル砲ですね。そしてまあ武装変化したところが、まあ、この大型サムミサイルポットが1機です。もともとこれが半分くらいの大きさだったんですけど、増設してもっと大きくなりました。これは稼働します。まあ、誘導ミサイルですね。小型ミサイルポット。そしてまあこう見るとここに何かこう甲板のようなものがあり、これはまあ戦闘機が発艦着艦ができるように改造されています。もともとヤマトには発艦着艦機能が、まあ、戦闘機の発艦着艦ができる機能があったんですけど、まあ、その部分が、まあ、甲板にもできました。そして、まあ、後方のこの部分も変わっています。このようにへこんでいます。まあ、全体的には、まあ、少し大きくなっており、一番最初はこれくらいだったんですけど、2回目の改造でここまで大きくなり、さらに今回の改造でここまで大きくなりました。まあ、出雲と比較してみるとこういう感じです。まあ、これが出雲なので、まあ、かなり大きいです。ボーアスクターがでも一番大きな戦艦です。まあ、改造でどんどん大きくなってるんですけど、まあ、もちろんモデルは、まあ、宇宙戦艦ヤマトのヤマトです。でこのような感じになっています。まあ、全体的に下の武装が全然ないんですけど、まあ、弱点が、まあ、下から攻撃されたらかなり弱いね。もともと水上艦なので、まあ、そういう作りなのですが、ただこれ環境がこうなっているので、第三環境がだから平面な場所だと安定しないです。なのでここにまあこれを乗せて位置を安定させています。今度は、まあ、また出雲型を改造して、まあ、今度は地球と敵対する勢力の
鑑定を作ってみたいと思っています。はい、これで、国連防衛軍機関ヤマトの紹介を終わります。